おはよう。この前ダンゴムシを見っけた。その時の動画がまだまだ長かったんで、少しだけ公開しようと思うぞ。木に登るダンゴムシ。大人になると割とダンゴムシって会う確率ないんだよな。このダンゴムシさんは木に登っている。なんてたくましいやっちゃ。木を登って、落ちてしまった、落ちてしまった、どこ行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 った、おい、ダンゴムシ、おい、大丈夫か、おい、痛くなかったか、大丈夫か、大丈夫か、どこだ、どこだ、これだ、いや、痛い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 、ここだ、ここ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 、ここ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 、見えるかな、見えるかな、これ、ここに行った、ここここ、ここにほら、あ、元気だ、よかった。なんか、散歩中に邪魔しちゃってごめんよ、ダンゴムシさん。また、遊ぼうね。バイバイ。ダンゴムシを見送ったと、ふと上を見てみると、カラスがおった。カラスって普段あんまり見ないんだけど、実際近くで見てみると意外と可愛い。あれ？これ可愛いな。可愛いね。こんばんは、カラスさん。こんにちは、カラスさん。おはようございます。え、お目目がパッチリ。これは予想外。ちょっと首かしげるのがちょっとね、どことなくね、鶏に似てるんだよね。可愛いよね、これね。割とこれはね、新しいオイラの親近感。これは可愛いよなぁ。なんだろうな、黒いペンギンみたいな感じに見えません？小学生ぐらいの時かな。それぐらいの時に絵の具をね、紙にひたすら垂らして半分に折って広げるとめっちゃ綺麗になる模様のやつ、あのデカルコマニーってやつかな。そう、あれを久しぶりにね、チャレンジしてみました。ほいだら久しぶりにやったんだけど、いい感じにじゃじゃーん、綺麗なね、蝶々ができましたね。なんか大人になってこういうことやってみるのもね、面白いかもしんないね。